さか変なところに拉致されてもう二度と帰れないとかないよな。そうだな。まあ新たな冒険ってとこか。ふぅ、起きた時にお前がいてくれてよかったぜ。もしオイラ一人だったら今頃きっと木のうろに隠れて震えてたぞ。とりあえず道なりに進もう。誰かに会えるかもしれないしな。してくれよセンブルン、まさか飛び方まで忘れちまったんじゃないだろうな。いやいやクラッカー、忘れてないって。ただこれでいいのか自信がなくてさ。おい、いい加減にしろよ。このままじゃアンプどころか歌い方まで忘れちまうぞ。なんで自分がシェンブルンって呼ばれてるのか覚えてるか。声が綺麗だから。それは覚えてるよ。今じゃお笑い草だけどね。そうだ、泉に滴る朝露みたいに綺麗な声さ。覚えてるんなら頑張って飛べ。最悪魔線を使ったっていい。笑ったりしねえよ。使い方は覚えてるだろう。それくらい覚えてるよクラッカー。君の名前の由来は暴れん坊だったな。頼むから静かにしてくれ。すぐそっちに行くから。おい、見たか、オイラの幻覚じゃないよな。ますます状況がわからなくなってきたぞ。とりあえず追いかけてみようぜ。あの2匹の髪のカエル、悪い奴らじゃなさそうだし道を聞くぐらい大丈夫だろう。